日々まゆののエブリデイまゆチャンネル。はい、今日は私のおうち時間を紹介したいと思います。ということで皆さんおはようございます。朝はこちらグリーンスムージーを飲んでいます。毎朝グリーンスムージーを飲みます。色はちょっと苦そうなんですが、全然甘くて美味しいです。ということで朝の SNS 更新タイムです。朝ごはんを食べながら更新をしております。朝から険しい、顔が険しい。ということで今日は食パンを焼きました。トーストです。今朝は何も塗らずにトーストを気でいってます。美味しいですね。普段はご飯だったりパンだったり、毎日その日の気分で朝ごはんは変わるんですけれども、パンが多めかな、パンが多めな気はするんですが、毎日何かしら塗ってます。でもこんな日もあります。ということで SNS を更新しています。結構 SNS を更新してる時間が多いんですけど、私更新するのに時間がかかるタイプなので、今これ書いているけれどもアップするところまでできていなかったりします。書いて貯めて書いて貯めて夕方以降に載せたりしています。今笑ってましたね。朝はニュースを見ながら SNS を見たりしてるんですけれども、まあ、きっと芸人さんの何かしらを見て笑っているんだと思います。きっとね、きっと。はい、ということで、食べてるところがちょっと長いな、ちょっと長いな。もうそろそろ一口で言ってもらえたらいいな。うっ、まだ分けた、まだ分けたよ。次こそ行くよね。もぐ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 、はい、食べました。あー、食べ終わりましたよ。ごちそうさまでした。はい、ご飯を食べ終わった後はあったかいお茶です。はい、あ、メガネ曇ったって見せたかった。はい、ごちそうさまです。ということで、掃除をします。毎朝掃除をしています。掃除機をかけた後のクイックルワイパーです。家中ふきふきです。家中ふきふきです。ふき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 でございます。はーい、はい、換気です。今日はすっごくお天気も良かったので、はい、部屋着に着替えました。お家から出ないので部屋着です。コンタクトも入れました。一日中メガネでいると、私はぐうたらしてしまうので、コンタクトを入れて切り替えます。歯ブラシはオムロンの歯ブラシを使っています。この部屋着はファンの方にいただいた、セーラームーンのコラボの可愛い部屋着です。またまた SNS 更新してますと、 YouTube も見ながらやってますね、これは。なのでニヤニヤ笑ってますけれども、基本的にお家の中ではテレビと YouTube がついていたり、結構音がたくさん流れています。流れてる？聞こえてきています。歯磨きがとっても長いです。私は本当にいつも歯磨き長いねと言われます。なのでこことりあえず歯磨きシーンはノーカットでお送りしています。長い、本当に長い。自分でも長いなと思うんですけれども、やめられない。終わった、はーい、終わりましたよ。ということで、次は何を飲んでいるんでしょうか。次はこちら。うん、見えた、見えましたか。皆さん何を飲んでいるか分かりましたか。今ので歯磨き後はオレンジジュースを飲んでいます。100% ジュースが基本家にあっていつも飲んでいます。
ということで、ここからは仕事の時間です。お家でできる仕事を朝からやっております。片付けておりますが、 YouTube を見たりしているのでちょっと気が散ってるんだよな。ちょっとね、ほら笑ってる。だいぶ気が散るから止めればいいのにね。なかなか止めらんない。もう爆笑してるよ。はい、ということで洗濯物を干し終えました。で、今の時点で朝の9時頃ですね。朝の9時。はーい。一日の予定を立てたりしています。今日は、まず朝のうちに片したお仕事を終わらせて、午後からは動画を撮りたいなと思っています。今日は。なので、あんまり時間がないので、ちょっとこうやって気散ってる場合じゃないんですけれども、まあ朝のうちに部屋の掃除と、片したいものすべて片して、午後からは動画を撮ったりしたいなというところで、まあ午前中にネタ作りなんかも入れちゃったりしています。なんですが、おっと、なんだ、今日は予定通り行くかな。まあ行くでしょう。ん、まさかの予想外の電話がかかってきました。はあ、電話がかかってきましたね。笑っております。楽しんでおります。会話が弾んでおります。要件はもうお互い話し終えたところなんですが、全然止まらない。はい、皆さん分かりますでしょうか。明かりの感じが変わったんですけれども、今これ、お昼過ぎましたね。14時頃、午後2時です。さっき9時だったんですけど、もうすでに、だいぶ4時間以上経っております。お腹空いて何か食べてます。何かを食べています。はい、皆さんわかりますでしょうか。外は暗くなってまいりました。もう17時を過ぎたところです。もうびっくりです。予定は、全然予定通りに行きませんでした。動画は1本も撮れず、1日ここから、動かず。ということで夜です。完全に夜。びっくりです。後輩から電話かかってきました。こんなに長くなるとは。はあ、はーい、夜ご飯作ります。こんな日もあるんだな。こんなに一日中誰かと電話をしたのは本当に久しぶりです。びっくり。とりあえずご飯作ります。お米を2合炊いています。基本的に私はいつも2合炊いてます。で、全然減らなかった時だけ1合炊いたりで、米をよく食べます。はい、と今日は家にあったキノコを使いたかったので、キノコに合うものを炒めております。ベーコン、ウインナー、野菜ですねを炒めて、バターで炒めました。出来上がり、出来上がり。はい、味見です。あ、美味しい。味見。あ、美味しい。あ、美味しい。味見で、あ、美味しい。どんだけ食うんだよ。このほかほかが一番美味しいということです。完成です。はい。今日作ったおかずです。ご飯がまだ炊けないので、その間にちょっと真剣に仕事しています。お家の中では寒いのでこれよく着てます。はい、今日の夜ご飯でーす。もつ煮の残り物と春雨と今日作ったものです。とっても美味しかった。あとお豆さんご飯でーす。いただきまーす。はい、テレビを見ながら食べております。久々にね、麻婆春雨作ったんだけど美味しかった。最近は毎日お家でご飯を自分で作って食べられるのがすごい嬉しいです。楽しい。でも明日何作ろうってばっかり考えちゃうんだけど。はい、そして最近は毎日映画を見てるので、映画 DVD など見てるので、今日も見てるんですが、ご飯の後にポテトをつまみにしながら映画鑑賞したいなと思ったので作りました。なんかちょっと映画館気分でね。はい、お風呂が沸くまで見てました。はい、沸けました。お風呂入ってます。
はい、朝の絵面に戻りました。お風呂上がりの足バタバタタイムです。今はいろんな人の YouTube 見たり自分の更新したりしております。マッサージストレッチ終わって足バタバタです。これも毎日やっています。毎日やるんだと寝れぬ。はい、そして私の大好きな晩酌タイム、まだ映画を見ながらお酒を飲んでおります。幸せでございます。もう完全に目がいっとる、目がいっとります。はい、あー、全部飲むの、わー、完全に酔っ払いです。イエイ。はい、ということで、私のおうち時間いかがでしたでしょうか。今日はですね、いつもとはちょっと違う一日になりましたが、何時間、朝の、9時半頃から、夕方の17時18時、頃まで、何時間電話したんだってくらい電話をしていたので、普段のおうち時間はこんな感じではありません。こんなに一日中中電話をすることはないです。なんですが、まあ電話をしたら長くなるタイプなんですけど、今日おうち時間の動画を撮ろうと今日にしたんですけど、こんな日に、こんな日になりました。こんな日こそこんな日になりました。こんな日はこんな日になってしまいました。ということで、私のおうち時間でした。皆さんも今お家にいる時間がとても多いとは思いますが、お家の中で楽しいことを見つけて楽しく過ごしてください。私も毎日楽しく過ごしています。ということで、またインスタもやっているし、 YouTube も最近更新毎日してるんですけど、 TikTok とあと時々インスタライブをやっておりますので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。ということで皆さん、良いおうち時間をお過ごしください。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。